6月22日火曜日の山陽新聞ニュースです。1945年の水島空襲から76年を迎えた22日、倉敷市の水島緑地福田公園で平和の鐘が鳴らされました。市民らおよそ40人が集まり、高級平和への祈りを捧げました。空襲が始まった午前8時36分、参加者を代表して、 いずれも倉敷市の東伊藤さん78歳と神岡有近さん76歳が鐘を鳴らしました。澄んだ音が響き渡る中、犠牲者を忍んで全員で黙祷しました。岡山市北区の県立美術館で22日、特別展示湯野木家三代の絵画と精神が始まりました。湯野木家は江戸時代から 港町として栄えた倉敷下町町区の大きな庄屋です。会場には、南画家、湯の木玉村の山水画をはじめ、洋画家の長男、久田の風景画や、洋画家の孫、正吉治の幻想的な新昭画など、3代にわたる画家の作品、合わせて70点を展示しています。会期は8月29日までです。探偵小説家。 横溝聖子が戦中戦後に暮らした倉敷島美町岡田の疎開拓の前にある畑で黒い色のひまわりが満開となりました。ミステリアスな雰囲気を醸し出しています。黒色のひまわりは高さ1メートルから1.8メートルほどのおよそ100本です。去年咲いたひまわりの種を畑の一角に巻き、住民らが誕生したところ、6月上旬から順次開花しました。 天候にもよりますが、6月いっぱいは楽しめそうです。続いて、天気予報です。6月23日は、岡山県南部、北部ともに晴れ、時々、曇り、ところにより、昼過ぎ、から、雨、で、雷を伴うでしょう。岡山県南部の最低気温は20度、最高気温は29度でしょう。 岡山県北部の最低気温は17度、最高気温は28度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前10%、午後30%でしょう。ニュースの詳細は山陽新聞、もしくはサンデジをご覧ください。